皆さん、こんにちは。骨から流星系4種4000万課金、ラビちゃんです。今日は、非体脂肪移植3回目してきた、です。もう、デコガチガチテープ貼ってます。わかりますか？で、私はこちらの〇〇整形、日本と韓国どちらがいいかという動画でもお話ししている通り、非体脂肪移植に関しては、日本では特別上手な先生やクリニックはないと思ってるし、日本はかなり高いので断然韓国でやる派です。で、料金を比較してみると、韓国は日本の3分の1ぐらいでした。で、2年前に YouTube を始めた時はすでに非体脂肪移植2回してて、その後はこちらの第1回目の動画でもお話ししてる通り、エランセというヒアルロン酸のような注射を打ってきました。1、なぜ非体を丸くしたいのか。2、なぜ3回目の非体脂肪移植をやるのか。3、クリニックの料金比較の注意点。4、デザインのポイント。5、手術や痛み。6、ビフォーアフター写真。こちら6つをお伝えしていきます。脂肪の定着が良くなるコツもお伝えしているので、ぜひ最後まで見てください。皆さんも非体脂肪移植の疑問や体験などあれば、ぜひコメント欄に書いて情報共有してください。それでは、非体脂肪移植3回目スタートです。1、なぜ非体を丸くしたいのか。バブミマシマシのためです。で、こちらの、面長から動画にした整形の動画でもお話ししてる通り、赤ちゃんはもちろん、アニメで言うと、鬼滅の刃とか、ワンピースとか、動画アニメ顔って、みんなおでこがこうやってポーンって丸く出てますよね。で、動画のポイントは、顔を3分割した時に、ここの中顔面が前に出てるんじゃなくて、おでこが主張してることです。2、なぜ3回目の非体脂肪移植をやるのか。で、3回やった友達たちは何のメンテナンスもせず満足感を保ったままだからです。やっぱり2回だけだと、私みたいにたまにエランセやヒアルロン酸を注射してメンテナンスしてる人が多いです。で、なんで私が潔く3回目の脂肪移植をしなかったかというと、当時コロナで渡韓できなかったからです。で、最初にお伝えした通り、日本で脂肪移植って技術が比例してる感じでもないのに高いんですよ。で、定着率の良くなる PRP をつけないバージョンで安いクリニックでやったとしても、日本は40万円くらいでした。で、韓国だとそれが10万円でできます。で、私は骨切りとか術後が心配な大きい手術はお金を惜しまず日本でやる派なんですけど、非体脂肪移植で日本でその値段は出したくないなって感じだったので、とりあえず注射でごまかそうっていうことになりました。ただ、注射は定着したら半永久的な脂肪移植とは違ってなくなるし、1回20万円弱を年に1回やることを考えたら、早く3回目の脂肪移植をやりたいなってずっと思ってました。で、ちなみに、あくまで私のリア友の統計なので、1回で満足する人もいるし、6回やる人も全然いるそうです。3、クリニックの料金比較の注意点。で、私が今回やったクリニック名を知る方法は動画の最後でお伝えしています。で、非体脂肪移植のクリニックを探す上で、料金で確認する点は4つあって、1、1回きりなのか、2回セットなのか。2、おでこの場合、このこめかみもおでこの料金に含まれてるのか。3、おでこ単体なのか、全顔価格なのか。ほっぺた、顎、ほうれい線、目の下のクマなども込みでやってもやらなくても、同一料金の場合もあります。4、PRP 込みの値段なのか。脂肪の定着が良くなります。で、質のいい脂肪を選んでるからと、PRP 自体を取り扱ってないクリニックもあります。4、デザインのポイント。ここのほっぺたの骨が出てる、で、年齢を重ねると、こめかみの苔に悩む人は多いので、こめかみに注入する人も多いんですけど、まあ、目尻からこめかみのこの余白が増えると、より目に見えてしまうので、私は二重線の上のラインから注入してもらってました。こっから上ですね。で、ここをやりすぎると、今度は頭がでかく見えるとかありますけど、おでこを主張したい下顔面の童顔好きな人にはすごいおすすめです。5、手術の流れや体調。私は知り合いが迎えに来てくれて、まあ、叩き起こされたので、クリニックにいた時間はだいたい3時間程度でした。で、その後ご飯を食べたり、お買い物するぐらいには元気でした。で、痛みは太ももから脂肪を採取してて、まあ、若干痛いので、痛み止めは飲みました。で、ちなみに今回のクリニックは、腫れを抑えるために、おでこ全体にこうやってテーピングされてて、それは3日間つけっぱなしで、キャップとか帽子も被らないように言われました。で、あと、冷やすと脂肪の定着が悪くなるとアドバイスもらいました。6、ビフォーアフター。おでこ無整形の頃から公開します。初公開です。
じゃん。で、ぺたんこの男顔でした。で、それが1回目の手術の初日にこれになって、もう赤ちゃんかな、外国人かなって、テンション爆上がりしたのを覚えてます。で、腫れがだんだん下に下がってくるので、4日目以降は中顔面がここビョーンって間延びしたような、なんか2週間はほんのりブスな期間となります。で、今回これは3回目の手術の初日で、1回目の初日よりさすがに入れた感はあんまりなくて、ちょっと感動も薄いんですけど、なんか今回の術前と比べるとこのようにちゃんと変化はあります。未整形、2回目の定着後、3回目の術後すぐ並べるとこんな感じです。いかがでしたでしょうか。おでこを丸くすると童顔になって若返るだけでなく、女性らしい柔らかい印象になれたり、いいこと尽くしなのにバレにくい整形っていうこともあって、個人的にすごくおすすめの整形になります。で、整形の知識が増えるだけじゃなくて、オフ会や稼ぐ力が身につく、女性が輝けるオンラインサロン始めました。概要欄にリンク貼ってます。で、 Twitter と Instagram とスレッズは毎日更新してるのでフォローお願いします。で、 Twitter と Instagram では一応嫉妬など個別対応も受け付けておりますが、その際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージを送ってください。こちらの動画もいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、今後企画にしてほしいものや感想何でもお願いします。見てくださってありがとうございました。またねー。